2024年5月の3日です。ゴールデンウィークですね。淡路島はゴールデンウィークになると近畿のね方々の観光地になっているので、すごく渋滞したり人が増えます。でもこの私たちが住んでる山の上は地元の方でもなかなか来ることのない場所みたいなので、ゴールデンウィークも相変わらず静かです。そして朝からハーブのねお花が結構いろいろもう咲き始めているので、そういうものを収穫したり、手釜で草のお手入れをしたりっていうのをねしています。この辺りはちょっとここがねこう大きな島にしてある場所なんですけれど、ここにね低木のマートル植えてあります。マートルのお茶もねすごく美味しいですね。で、マートルのね足元は結構いろいろ植えてきていてですね、レモンベルガモット一年草のねすごく可愛いお花が咲くハーブを植えていたりして、この辺こぼれ種で結構出ているんですね。そしてこの辺りは初年度からバーベインというね、フラワーエッセンスにもありますけれど、そういうハーブを植えていて、でこの辺りはヒースをね植えているんですけれども、バーベインがですね宿根なんですが、こぼれ種でも結構いろんなとこに飛んで増えて、そうするとねやっぱりこう草の整理がとてもしにくくて、このゾーンだけねなんとなくいつもこぼれ種があるので草を枯れずにいたり、手釜でやらないといけないのでなかなか作業ができなかったりっていうことがあって、なんか自分の中ではここはいつも手つかずゾーンみたくなっていたので、今年はここを整理して、バーベインがねいろんなとこでも飛んで出ているので、それを掘り上げて移植をしても一列に並んでもらおうと思います。はい、なので、ここ1列とここ1列に、これからちっちゃいバーベイン見つけて移植をしていく感じですね。で、草をノコギリ釜でねこれで刈って、ざっくり刈ってまっすぐに植えれるように線だけつけてあります。あとはこの草むらの中からバーベインを探し出すという作業ですね。はい、これを今からやっていきたいと思います。はい、バーベインをね、見つけて移植をしました。バーベインは今ちっちゃいですけど結構生育が旺盛で茂ってくるのでね、株間が株と株との間を40センチぐらいは取って植えています。で最初ね2列用意してみていたんですけど、もうちょっと数ありそうなのでギリギリマートルの根元ギリギリまで3列にしました。これでねちょっと草管理がまっすぐになってくれたのでしやすいかなと思います。でちょっと雨がね降ったりっていうのがこのところ続いているので、でもともとここの畑は元田んぼで水はけがあんまり良くないのでね、ちょっと土を練っちゃう感じもありましたが、乾いてない分移植の活着も根っこがね、張ってくれるのもスムーズにいくんじゃないかと思ってます。このあとこれで草を伏せて土をむき出しにしないようにして終わりになりますが、前もご紹介したことあるんですけど、私はいつもこれを持っていて、山菜ナイフという名前ですね。前はねネットでしか見つけにくかったんですけど、最近ホームセンターにも売ってるみたいです。場所によっては、これはねスコップより使いやすくって、私の場合すごく細いですしね、でちょっとしたこの土の中の根っこなんかも宿根草の根っことかも切ってくれるので使いやすいです。でハーブは割とこぼれ種でいろんなところにね発芽してくることがあるので、あここだとちょっとなみたいな時に手軽にさっと移植ができるととってもありがたいので、こんなものをいつも持ち歩いてささっと移植をしたりしていますね。これも私はハーブ教室に来てくださっている方が持ってらしてすごく便利そうだなっていうのでお伺い
お聞きして教えてもらったっていうのがあるんですけど、そう、教室ではね、結構ね、私がやってきてることをお伝えはしてますけど、私もすごく教わることが多くて、私ではそんなことはしてなかったけれど、家で通ってくださってる方が、家でこれをこんな風に育てたらこうなったんですみたいなお話をね、お伺いできると、私が実験してなくてもそうやったお話をお伺いできたりするので、なんかね、すごくありがたいなと思ってます。教室ではね、先生ってあんまり呼んでほしくないんですよね。呼んでくださる方もいるのでね、あれなんですけど、本当全然自分では先生だとは思っていないので、自分がやってることをこうやったら楽しいよっていうのをお伝えしてるだけなのでね、本当にありがたいなと思ってます。一緒にこうハーブのお話をできるのがとっても楽しいです。はい、でここにこれから草を伏せていきますね。はい、剥き出しだったところを、周辺のね、刈った草を厚く伏せました。ちょっと厚くと言ってもまだちょっと草が足りないので、そんなに言うほど厚くはないのですが、3センチ、5センチいくかなぐらいですけどね。はい、もう一面緑になったので、どこにバーベインがあるか分かりにくくなってきましたが、ちゃんと一応ね、顔を出すようにはしています。これでバーベインがぐっと大きくなってきたら、ちゃんとこう3列にね、並んでくれているのがはっきりしてくるかと思います。それまでには、それまでの間はね、こうやって草をちょっと出てくるの待ってもらって、置きますね。こんな感じでバーベインの植え付けじゃないですね、移植ですね、しました。はい、今度はね、違う畑の方にやってきてます。さっきの畑はちょっとこう田んぼの跡地で水っぽい感じがある、なかなか水はけが良くないっていうところだったんですけどね、本当にね、100m、200m も離れてないぐらいのこの畑で来ると、今度はここは砂地なんですよね。そうだから、水はけは良いんですけど、土がこう肥沃になりにくいという場所ですね。そしてですね、この畝と向こう側の畝と、あとね、ここ細いのがあるんですけどね、こことそっち側でね、毎年ここはホーリーバジルをやっています。で、ちょっとね、草を剥がしてみていました。これ去年ね、やってたホーリーバジル残ってますね、ツンツンとね。そう、ここはですね、畝の上は綺麗にノコギリ釜をこう入れて、中の方のね、草も根っこごと取るように一回してどかせてみてます。そうするとね、こう畝の表面がボコボコしていたりとか、そういうのもよくわかるのと、土の状態もわかるのでね、一回ね、剥がしてますね。そしてこっち側はまだ途中なんですが、まだね、草ありますね。とりあえずね、表面だけ剥がしていて、まだ根っこはある状態です。まあね、ここまで綺麗に取らなくてもこのままね、植え付けたらいいんですけどね。はい、去年の植えてたのがこことここで、これは残していって、私はその間に今年の苗をここにね、植え付けていくっていう感じにしていきますね。で、もちろん草は伏せます、たっぷり伏せますね。そしてこれね、昨日ハーブ畑のね、見学会っていうのもね、ちょっと始めていて、昨日見学来ていただいてたんですけど、その時ご質問でね、これ去年のやつは抜かないんですかって言ってくださったんですけどね、これね、置いておくと、さっきいいのがあったんだけど、どこ行っちゃったかな、ですね、ちょっと一個抜いてみるとですね、こうやって去年の根っこがですね、出ています。で、これ今根っこありますけど、これが土の中でだんだんと朽ちて微生物に分解されていくと、この根っこの部分が土の中で空洞になるんですよ。結構ね、しっかり太い空洞ですよね。そうすると風の通り道になって、水も流れるようになって、土の中にね、
循環がうまくできてくれるようになるので、私こういうね根っこは残してます。そしてこれはもうちょっと固く木質化してますけど、この根元見ると白くなっているの見えますか？これが糸状菌といってですね、菌なんですけど、ここもしっかり出てますよね。いずれこの根っこのとこもね、もう白いの出始めてますけど、これが糸状菌がびっしり張っていきますね。この根っこに沿ってね。そうするとこの土の中に糸状菌がいっぱいになってきて、さらに微生物が活性化してとっても良いので、私はこれは残してるんですね。そう、取っても別に良いんですけど、取らなくても何の問題もないので、逆に私はメリットの方を感じるので、これは残して間に植えています。そう、そして、草もね、いろんな草が生えているので、まあ、畝の上は植え付けるときは一回全部取ってしまうんですけど、ここの場合はね、こういう笹とかも結構あるところですね。笹は地下茎が非常に深くって、全部取り除くのはちょっと不可能に近いので、でも置いておくと笹だらけになってしまうから、これはノコギリガマを結構深く入れて、この結構深いところでカットしてあげる。地上部が出てきたら切る、出てきたら切るっていうので、ちょっと地下茎を弱ってもらえるようにする感じにしてますね。そしてヨモギとかは地下茎そんなに深くないので、まあ取れれば取るっていう感じですかね。そしてここにタンポポありますけど、タンポポは私は残しておくんですね。そう、これは2年目かなぐらいの株ですけど、3年目4年目ぐらいまで成長したら掘り上げて、ハーブティーの方にね使わせてもらっているんですけど、シュタイナー、ルドルフ・シュタイナーのバイオダイナミック農法ではですね、タンポポっていうのはここの場所に、不足してる栄養素を遠くから引っ張ってくる力があるって言われてるんですよ。そう、まあちょっと科学的根拠はって言われちゃうとわからないんですけど、私はなんかその考え方がすごく面白いしいいなと思って採用していて、そうだからタンポポはあると、まあちょっと通路とかの場合はね買っちゃいますけど、なるべく残すようにしています。そして大きくなったら収穫してハーブティーにさせてもらうっていう感じにねしているので、そんな感じでこういろんな草と協力しながら、こういった残った部分も生かさせてもらいながら育てている感じですね。ここはホーリーバジルを植えていきます。はい、草をね買って、この畝の上に、ここもですね、この辺りもここ途中なんですけれど、まだ、伏せました。今日は私もですけど草刈り日和ですね。ゴールデンウィークね、もうおばあちゃんも、向かいのお家のおばあちゃんももう90になるんですけど、草刈りを元気に始めましたね。はい、買った草はですね、厚く、ものすごく厚く敷いています。出てこない地面が、だいぶ下まで行くとようやく出てきます。ここまでやったので、 2,3 日のうちにホーリーバジルの苗をね植え付けていこうかなと思います。あとはちょっとね、このバジルの方途中に、ホーリーバジル途中にして、この野菜のね種取りをこの辺りはしてるんですけど、だいぶこう重くなってきて、種が倒れてしまったので、それを起こして結ぶっていう作業に結構苦戦してましたね。これは赤からしなの、中がもう種が入ってきてる感じが分かります。ボコボコしてますよね。そしてこちらは宮重大根というね、大根の種です。大根の種はねこんな感じの中に、これだと2つ入ってるかな、小さい感じのだと1つ入ってますね。このね青い状態でもね
食べれるんです。美味しいんです。大根の味がします。こんな感じでね、大根の方も全部倒れないようにということで、よいしょ、中に潜ってきましたけど、これね、私の手がこれくらいなのでもだいぶ太いですね。これもいっぱい草を伏せてるところをかき分けて、秋に大根の種をパラパラっと撒いて、ここからいくつかは食べさせてもらったり、間引きながらね、そんな風にして育ったものがこうやって花を咲かせて種をつけてくれています。で、種がねもうちょっと完熟してきたら種を取って、でまた秋に撒くという感じですね。はい、今日はなんか一日草を刈ったり伏せたり、いろんな門を結んだりしながら過ぎていきました。もうすぐね夕暮れ時になりそうです。こういう時間もねとってもいいんですよね。一人あそこで体操している人がいますね。あ、今日もいいお天気で本当にいい汗をかきました。この時期はね、ほんと苗を植え付けてあげたりするのに一番いい時期なので、畑にいるとね、あっという間です、時間が。そしてとっても楽しいです。ゴールデンウィークの間もね、私たちは特にどこかに行くということもないので、毎日ちょっと畑をしながら。で、来週は、もうオンラインのハーブ教室の、3回目があるのでね、その準備などもして撮影もしながら、過ごしたいなと思っています。今日もご覧いただいてありがとうございました。